フィンランド国立博物館は、ヘルシンキ中心部にある国立機関。フィンランドの歴史を石器時代から現在まで文化史を通して紹介する。所在する建物は、フィンランドロマンス様式で文化教育省に属するフィンランド遺産庁の庁舎である。建物のパース図島館建物の設計は、ゲセ・リウス・リンドグレンサーリネン設計事務所が手掛け、外観は、 同国の中世の教会や城の様式を映す、フィンランドのロマンス主義、内装は主に、アール・ヌーボーに統一されている。建築は1905年から1910年にわたり、一般公開は1916年に始まった。1917年のフィンランド独立により、フィンランド国立博物館と改称。直近の大規模改修を経て、2000年7月に再開した。 博物館の玄関ホールの天井を彩るフレスコ側、アクセリガレン彼らが民族女子史、彼らを主題に描いたもので入場料を払わずに鑑賞できる。この天井側1900年のパルバンパクフィンランド館に描いた自らの作品に基づいて作成された。コイン、メダル、勲章、装飾品、銀製品、宝飾品、武器のコレクションで構成する。 フィンランドの戦士時代、12世紀中世から20世紀初頭のスウェーデン王国時代からロシア帝国時代にわたる社会と文化の発展、さらに工業化前の18世紀と19世紀の田園地帯の民族文化まで通史を閲覧できる。収蔵品にはアメリカのコロラド州の崖の住居詞から発掘されたメサベルデの遺物も含まれ、かつてスウェーデン人探検家、 グスタフ・ノルデンスキー・ルドから受蔵した資料である。同以降の遺物として、アメリカ国外で最も広範に揃い、また、アメリカ先住民資料として、南北アメリカ大陸を離れた最大のコレクションの一つであった。2019年にはこれら考古学遺物を、アメリカ合衆国先住民の代表者に返却すること、同館のもとにおよそ600点を残し展示することに合意した。 2006年1月23日月曜日の事故は、当館の銀製品展示室で発生した。原因は、漏れたメタンが、排水路を伝って逆流し、床面の排水口から掃除用具入れに溜まったところへ、配電盤の火花が引火したと推定された。メタンの発生源は2つ、建物が面する無線を活通りに埋設した都市ガスの、配管化、あるいは、下水道から、 自然発生したガスかと推測され、警察の捜査によりガス配管から漏れたと判明した。爆発で同展示室にあったほとんどの陳列ケースが壊れ、200兆の展示資料のうち被害にあった49点のほとんどは軽度の損傷であり、当日は休館日であったことも幸いして、怪我人はゼロであった。同年末までに資料の修復を終え、同室は2007年初頭に、 一般公開に服した、ありがとうございます。